ライアン・アーサー・マシューズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ゴールド出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2016年現在は、独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズに所属。サクラメントシティ・カレッジ出身。2003年の MLB ドラフトで、コロラドロッキーズから19巡目指名され、プロ入り。2009年7月31日にトレードで、 ワシントン・ナショナルズへ移籍した。2011年6月14日のセントルイス・カージナルス戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。以後、中継ぎとしてメジャーに定着。2012年10月7日のカージナルスとの地区シリーズ、第一戦では7回裏虫満塁のピンチで登板し、打者2人をそれぞれ初級で、夕頃、閉殺打に打ち取り、 プレイオフ史上初の2球で3アウトを記録した。2013年5月19日、サンディエゴパドレス戦にて1回後失点と打ち込まれ、苛立ちからロッカーを右腕で殴ってしまい、骨折して故障者リスト入り。7月26日に復帰するも打ち込まれる場面が目立った。2014年オフに FA となった。2015年1月14日に、 ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。開幕は参加のトリプル A 級ソルトレイク・ビーズで迎え、5月8日にメジャー昇格した。昇格後は1試合に登板し、5月12日にディーフとなった。2015年5月13日にウェーバー工事を経て、新シ,シナキレッツへ移籍した。12月2日にノンテンダー FA となった。 2016年1月9日、レッツとマイナー契約で再契約し、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。4月25日に解雇となり、6月10日に、独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約。ありがとうございます。